こやぎチャンネル。まっしゃい。はい、どうも毎度こやぎです、本日はですねガシャ動画なんですけれども、こちらね、ゴーストプリンセスガシャで、ペローナ、1体確定、ステップ4で新キャラ確定ですね。で、30、40、50、50ということで、ギリギリ足りるかなと。一応新キャラゲットできるということで、一周だけ回していこうかなと思うんですが、ちょっとですね、1点、残念なお知らせというか、ご報告がありまして、何かと申しますと、小柳主催のですね、プライベートバトルがありまして、毎日、24時半、0時半、深夜、早朝とも言えますが、午前、0時半ね、深夜の12時半に、パスワード最高最高、3150、3150で、プライベートバトルを毎日ここ数ヶ月ですね、1日1戦ということでやってきたんですが、小ヤギがなかなかもう参加できないっていうことと、あと、ちょっとね、人数が集まらなかったりして、中途半端に開催してると、本気で参加していただいている方にね、ちょっと迷惑がかかると、例えば、参加したのに1人だけだった、あとはボットだったっていうのが、他に何部屋もあって溢れた結果だったらいいんですけど もう本当に 2,3 人しか集まらないということも、多々あって、小ヤギがね、そこに参加してると、コヤンティーラッシュという名前でやってましたので、そこにちょっとね、小ヤギと絡めたっていうことで、意義が出てくるっていうふうにも多分思ってる方もいらっしゃったんですが、最近小ヤギが参加もしないっていうことで、本当は小ヤギは企画者としてね、別に参加しようがしまいが、勝手にコヤンティーラッシュという毎日プラベイベントが盛り上がっていってくれればなと思ってたんですが、やっぱりね、企画者としてちょっとなんていうかね、気まずい部分があって、もう残念ながら終了いたしました。ツイッターではね、いろいろ報告あげてたんですけれども、もうすでにコヤンティラッシュという企画は終了いたしました。なので、12時半に、パスワード3150、3150でプライベートバトル潜っていただいても、もうコヤンティラッシュは存在しません。もうボットしか絶対当たらないので、皆さん、1点ね、その点だけご注意いただいて、もう毎日プライベはなくなったと認識していただけば、ただその代わりになんですが、これは小ヤギが企画というわけではないんですが、兄弟同盟でね、エクストラという同盟がありまして、その同盟、エクストラという同盟主催の、プライベートバトルが新しく始まります。そしてコヤンティラッシュの、パスワード3150、3150を引き継いでいただけるということで、コヤンティラッシュの魂をちょっと引き継いで、新たにプラベを企画しようということでございます。そしてですね、その、新しいプライベートバトルなんですけども、エクストラ主催ということで、エクストラッシュと名前を変えて、プライベートバトルの時間もですね、24時半だったものが、11時と23時ですね、夜23時、11時に開催と大きく変わります。
ただ唯一一緒なのはパスワード3150ということですね。でルールは小八木が企画者じゃないのでまだ詳しくは確認中ですので、もしコヤンティーラッシュと一緒であれば特に何の制限もなし、キャラ制限がなしですね、黒ひげシャンクス、あとビッグマムのような、超フェスキャラも使えるだったりとか、もうコヤンティーラッシュは何でもあり、基本何でもありだったんですけども、タスキルだけなし、通信切断のことですね、コインの通信切断はなしっていうことでや、お願いしてやってたんですけども、やっぱりねタスキルする人も出てきたりして、まあいろいろね思うようにうまくいかなかったっていう反省点とかも踏まえて、次はねいろいろコヤンティーラッシュから学んだことをすべてエクストラの人たちに伝えて、そのままうまくいいところだけ引き継いでいっていただければなと思っております。ですのでプラベ楽しみにしてるよっていう方はぜひね24時半だと参加できる人が限られるというか、学生さんとかはねもう寝てる時間だったりもしますし、まあ、小ヤギ的に一番都合がいい時間が24時半だったんで24時半にしたんですけども、最近はもう24時半にすら、仕事が終わらなかったりして、もう参加本当にできなかったんで、まあもう23時11時というとより参加できない可能性が小ヤギは高くなってくるんですけども、そういう意味でも、小ヤギ主催っていうことではなくて、まあ、他の方にお任せした方がスムーズにいくのかなっていうところで、まあぜひやりたい、引き継ぎたいっておっしゃっていただいたので、それはどうぞどうぞよろしくお願いいたしますということで、気持ちよく、引き継いでいただきました。このコヤンティーラッシュがねまた新しい形に、エクストラッシュとして、生まれ変わるのを楽しみしておりますが、まだ開催されておりません。そこら辺もね追って詳細ツイッターで一応報告するんですけども、 YouTube でまた次の動画の時とかでもお話しできればなと思っております。というわけで本日もワンピースバウンティーラッシュやっていきましょう。それではですね、前置きが長くなりましたが、もう早速ガシャを引いていくと、でまあもう回していくだけですね。ステップ1、30個使用で11連、特に何の、確定もない。星4は引き。さあ画面は寂しい感じではございますが、引いてるでしょうかね。最近やっぱりね最初の確定演出がないともう半分心折れますよね。ただこれ急にね、あほらこうやってほら急に来るから怖いんですよね。はい、まあ引けてましたね。ただコーラに変わるだけなんですよね。最近の新キャラ系じゃないとねコーラなっちゃうんでね。まあ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 、ペローナが一番いいかな。まあまあ、このガシャはね、一応4ステップ目にもう確定はしてるんで、新キャラが。まあ、かなり安心して引いてはいますけども、これも演出ないですけども、星4一体は最後に当たってるんでね、11回目で何かしらは当たってます。その途中で引けるかどうかっていうところね。引いてるー、あらららら、キャビンディッシュか頭のモフモフで分かったわまあ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 、キャベツさんももう育ちきっちゃってるんでね、コーラキャラがね来てほしいよね。コーラマジで持て余してるから。さあ最後は誰かな。チョッパー
腕力強化チョッパーまあいらんですね。さあ次も星4キャラ確定です。いやー確定演出が出ないね。まあでもだから本来星4が確定してるのに確定演出が一発目に出てないってことは、まあそういうこともまあ多々あるということですよね。おりゃー飛ばしちゃったー急に来た星4来ました。エースはねまあまあ当たりキャラだとは思いますが、もうとっくの昔に育っとる新キャラ系がいいよ最近のね。いやーなかなか難しいね。まあ、最後の星4、あこれはアプーはいいぞ。アプーは育ちきってない。オッケー、なんぼになりました。88、オッケー、あと2回ぐらい引いてくれてもいいよ全然アプー。さあこれがもう最後に新キャラ確定、確定演出が本当に、あれ一発目から、あらら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 らあらららら、ら確定とは別の枠で引きましたね。オッケー、あらまあそうですか、なんならもう一発、なんならもう一発、あー引けちゃったね。じゃあまあ最低でもレベル70にはなるってことね。あともう一回引ければかなり大きいやけどな、星5にしたいよね。まあ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 、スッと終わりそうやね。いやでも、一発目に来るとは思わんかったよね。さあさあさあ。これですよ、これですよ。はい、なぜか2回目っていうね。はい、オッケー、ベローナ2体ゲッツ。オッケーです。ついでだからもうここでいろいろ見ましょうか。青属性ディフェンダーね、青属性ね、なるほど。スキル1が、通常がかなり優秀っぽいですよね。レイリーの餌食やとも言われてますが、まあハンコック移動しながら通常出せるっていう、ハンコックうわみんなすげーって言ってた後にこれやから、ハンコック何やったんって言ってる人も結構多いみたいですが、使ってみないとわからないのでちょっと後でまた連れていきますけども、とりあえずスキルもう何も分かっておりません。スキル1が自分に追従するホロホロゴーストを出現させる、うんうんうん、ホロホロゴーストに敵が触れるとダメージを与える。でダメージを与えた敵に一定確率でネガティブ付与、ネガティブ状態というのは、ネガティブ状態というのはどういうことを言うんや、ホロホロゴーストは一定時間経過すると消失、スキル発動か一定時間よろけ無効効果、移動速度低下付与はネガティブ状態とは関係ないから、ネガティブってどういう状態が発生するんやったっけ。とりあえずもうスキル2見ましょうか。敵に向かって移動し続ける、ホロホロゴーストを出現させる、ホロホロゴーストに敵が触れるとダメージを与える、でさらにダメージを与えた敵に一定確率でネガティブ状態を付与する、ホロホロゴーストは敵に触れるが一定時間経過すると消失すると、スキル攻撃力502、発動 100% のネガティブ効果時間10秒、クールタイム39秒でしょ。でこっちは、最大2連続ヒットが427、攻撃力、まあ
100% でネガティブは3秒、1から2段目移動速度 10% 減少、最大2連続ヒットで、効果時間20秒クールタイム29秒を、このネガティブ、キャラ特性通常攻撃中に移動することができる。あー、だからまあそういうことよね。本当にハンコックとベローナだけですね、今のところ移動しながら攻撃できるキャラっていうのは。特性1、自チームのお高いエリアにいるとき受けるダメージが 30% 減少する。ディフェンダーですね。自チームのお高いエリアにいるときスキル2のクールタイム短縮速度が 50% 増加すると、まあ、自陣地にいろよと、守れよと。で、特性2が敵をネガティブ状態にしたとき10秒間防御力が 30% 増加する。なるほどね。ネガティブ状態は別に、だからダメージ、ネガティブ状態ってどういうこと言うんやろ。そればっかり言ってんな。ただ、ネガティブ状態の敵に攻撃したとき、これね、10秒間防御力 30% 増加と、敵が10秒間移動速度 10% 減少すると。で、敵から最大体力の 60% 以上のダメージを受けた時体力 5% 回復するっていうのが、まあブースト属性ね。ブースト解放しないとあれなんですが、まあこれで一応また全キャラコンプですね。うん、とりあえず、まあ、メダルもつけちゃおうか。で、ねえ、70まで上げれんのか。45ぐらいかな。このキャラブースト第1段階はまあまあ余裕あるから全部当てちゃおうか。まあ強いという声も聞くし弱いという意見も聞くから、まあ果たしてどうなのかというのを使ってみないとわからないけど、ネガティブ効果の恩恵が今全然分かってないんですよね。だってもともとのベローナ、こっちのベローナはベローナね、使ったことないんすよ実は。解説したことってあったかな。ネガティブ、ネガティブってネガティブ状態になるだけで何のダメージもないし、なんとだから移動速度低下とかそういうのも別に何もないんかな。誰か教えて。だってネガティブになるだけやもんね。ただその敵叩くとまあ恩恵あるよっていうだけで、ここにも何も特に書いてないよな。ネガティブがどういうものなんか、発動確率と効果時間しか書いてない。ダメージとかも書いてないし、ネガティブになるだけ、暗くなるだけということやね。まあとりあえず100サバ連れていきますか。こっちですね、これだ。いやマジでペローナ、もともとのペローナも使ってないのにこのペローナを解説するとは。あららら、あららら、ら、どういう感じこれ。3連ね、これはどうなんだろうか。通常で言えば全然ハンコックの方が強いとは思うけど、
その一発一発の攻撃力が果たしてどれぐらいのもんかやけど、普通はあのハンコク5連攻撃やから、5連攻撃持ちよりかは3発しかないペローナの方が一発一発は重いはずなんですよね、攻撃力として。そう、3連攻撃のキャラの方がね強いんですよ、基本的には通常の破壊力的なのね。で、3発目に一番攻撃力を持っていると、基本的には。じゃあどうしようかな、これ使う？おお、くるくる回ってる。うん、ずっとくるくる回ってるね。あ、スキルに当たって死亡したいね、こっちは。これは直進ね。あれだな、俺苦手なキャラだな苦手だわこのキャラ、もうわかる。このさ、カメラアングルをよう合わせられへん、あの吐きそうなんのよね、酔う酔う。なるほど、ディフェンダーなんよね、そういえば。まあまあまあ、ディフェンダーね。わうわ、実際多分小ヤギはペローナは育てないっすね。まあまあ強いっていう意見もあるんですが、多分スキル1のことでしょうね、あのレイリーのカモになるっていうのは。あーあー、ららららら、吐きそうやもん、もう。小ヤギね、ダメなんですよ、この画面の動き。吐く。あー、無理だな。このキャラ、三半規管的に無理。ハンコクはそんなことなかったんやろうけど、この移動が滑らかすぎるってことかな。あららら。あららら。痛いっす。これさ、うーわ、もう気持ち悪いわ、このくるくる。あー、カメラアングル終わってる。どうなってんの？このキャラに、焦点を合わせてるけど、合ってないんか、ちょっと待って。合ってたら、そっちのキャラの方をずっと、向かないな。ぐるっと一周しちゃったら。あれだな。画面酔いするキャラだな。これね、小ヤギの三半規管的に弱いからこその意見というかね。しんどいっす、このキャラ。強くキャラかどうかももうわからないっす。多分ね、他の方の動画的には強いという評価なんじゃないかな。こういうね、実際キャラが強いかどうかっていう問題はさて置いといて、小ヤギみたいな使う人の体調が優れなくなるっていうキャラが存在するという事実ね。いやー、ダメだ。あのね、こうやってね、今まあまあ言うて楽しく実況してるでしょ。内心本気で吐きそうです、今。本当はちょっと画面止めたいぐらい。いやー、動かんかったらええんや。ちょっと待てよ。深呼吸できるわ。オッケーオッケー。さすがに。なるへそね。
なるほど。あのね小ヤギね、マリカーボ無理なんですよ、ぶっちゃけ。めちゃくちゃ気持ち悪くなるんで、縦横無尽に駆け巡る感無理なんですよね。逆に言えば、そう、縦横無尽ということになるか。あー、なんかちょっと、やい、まあこうやって距離を取れるとソゲよりかは距離感はだから取りやすいんでしょうね、遠距離で。ただね、移動して しながら打てるメリットがディフェンダーに必要、そう、ディフェンダーの能力としてこの移動しながら遠距離って必要なのかどうなのかっていう、うん、もう気持ち悪い限界吐きそう。こんな今までさ、ワンピースバウンティラッシュやってて吐きそうですって言ったことないと思う。一番無理、全キャラの中で一番無理なキャラ。あー、頭痛い、もう無理です。評価は小ヤギ的に普通、強キャラではないですよ。ただこれを攻撃が壁を確かすり抜けるとかなんですよね。だからまあまあ、なんかネガティブし放題みたいな話は聞きましたけど、まあまあだからって感じですかね。現実的に使えないんで小ヤギにとって、あー、しんどいです。体調的にしんどいキャラでした。ただまあ今回のガシャってね、新キャラ確定のガシャなんで、ダイヤまあ170個ある人は全然引いてもいいと思うんですよね。それによってまあガシャポイントもたまるし、まあ小ヤギはもうマックスなんでこれ以上ガシャポイントがたまらないんですけどもね。まあ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 、小ヤギがレアなパターンやと思うんすよ、こんなことで気持ち悪くなる体質ってね。なんでまあまあ皆さんは引いていただいて、まあ強いかどうかっていうのを自分の目で確かめていただければなと思うんですけども、あのスキル1はね、やっぱりね、まあレイリーの餌食になりやすいって言ってたけど、どうかな、そこまでかな。ああやってまあくるくる周回してる感じのスキルなんですね、これね。てめえら全員ここまでだ。まあそうだな、実際どうなんですかね。まあまあそこら辺も含めて、ただその対レイリーだけで言うとあれやけど、別に他のキャラに対してはまあまあ強さは発揮できるというか、その技の特性というかね、すり抜けだったりすると、まあ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 強キャラとも言えるかもしれないですが、ディフェンダーなのにこの感じの遠距離攻撃、旗守られへんで、旗守られへんし、移動できる特性別にいらんくない、ディフェンダーに。で、青毒性ディフェンダーでしょ。小ヤギ的にはもう無意味なキャラとしか思わんけどな、別に。これ欲しい人いる？ペローナが可愛いとか、ボイスがついてるからいいとか、そういう意味合いでやったら欲しいっていうことはわかるけど、リーグで活躍するキャラかどうかって言ったら、新世界キッド並みにいらんすけどね。新世界キッドもまあまあ最近ね、まあ評価はちょっとずつ上がってきてますけど、これは小ヤギはマジで育てません。
はい、というわけで、まあ、もうガシャも一周で終わりですね。確定、まあ、もうダイヤ13個しかないから、もう引けねえんだけども。はい、というわけでですね、はい、本日の動画は以上で終了となります。まあ、総合的な小ヤギ個人的な評価としては、普通ぐらいです。もう別にいらないんですけど、全キャラコンプっていう意味で引いたって感じですかね。実際使ってみて聞いてた前評判よりは評判落ちました。それは小ヤギの体調的なものも含めてなんですけども、はい、というわけで、はい、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひね、ご自身の感想をコメントしていただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。